オットー・フィンシュ、フリードリヒ・ヘルマン・オットー・ファインシュ、フリードリヒ・ヘルマン・オットー・フィンシュ、フリードリヒ・ヘルマン・オットー・ファインシュ、1839年8月8日から1917年1月31日は、ドイツ人の民族学者、博物学者、探検家である。オットー・フィンシュは、シレジアのバルムブルンに生まれた。19歳の時家庭教師として、ブルガリアへ移り住み、 暇な時間には、博物学を学び、初の論文を、ジャーナルファーオニトロジ市場に発表した。その後、オランダライデンの国立博物館の副管理者となり、1864年には、ブレーメンの博物館の管理者に就任した。1876年、彼は、動物学者のアルフレート・ブレームのトルキスタン、中国北西部の探検に同行した。 彼は再び探検旅行に出るため1878年に博物館の管理者を辞任し、妻のジョセフィーンと共にポリネシア、ニュージーランド、オーストラリア、ニューギニア島などを旅している。1882年にはドイツに帰国したが、1884年にはドイツ帝国のコミッショナーとしてニューギニアに戻り、その北東部及びニューブリテン島、ニューアイルランド島を ドイツの保護領とするよう協定した。ニューギニア北東部は、カイザー・ウィルヘルムランドと、ニューブリテン島などの島々は、ビスマルク諸島と後に改名され、植民地の首都は、フィンシュの栄誉を称えて、フィンシュハーフェンと名付けられた。1885年には、ヨーロッパ人としてセピク川を発見し、ドイツのアウグスタ皇后の中ら後に、それを、カイゼリー・オーガスタと命名している。 ベルリンに戻った後は、ニューギニア会社のアドバイザーとして2年間を過ごした。1898年に、ライデンの国立博物館の鳥類コレクションの管理者に就任。1904年、ブラウンシュバイク私立博物館の民族学部門の長官となり、その地で没した。藤色帽子インコや、ハエガシラ本生インコなど、いくつかのオウムには、彼の名にちなんだ学名が付けられている。 また、月のクレーターにもフィンシュクレーターという彼の栄誉を称いて命名されたものがある。彼の著書には、グスタフ・ハートローブとの共著である、大ーゲルオリジナルサウンドトラックアフリカのほか、以下のようなものがある。ウィキメディアコモンズには、オットーフィンシュに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。